残された優勝戦の枠はあと2つです。迎えるカード12レース最後の準優勝戦です。気温はさらに上がって、外の気温24度まで上がってきました。スタートライン上は南西の風、依然として横風基調、あるいは対岸からの斜め追い気味の風が3メートル前後です。飛び出した6選手の待機行動、ここは動きなさそうです。枠なりで待機行動を進んでいます。初日連勝発進も昨日はリズム一息でした。1コース1番の瓜生正義、このレースはただ断然の支持を集めました。1番瓜生の陰線です。1コースへと入っていきます。2コース2番地元下関大賀博之、地元の砦、地元3本目の矢は大賀博之、地元勢優出なりますか。3コース3番加藤雅彦、予選道中は卒のないレース運びが光りました。スロースイキへと入っていきます。3番の加藤雅彦、4コースの角4番の大畑みなり、ここまで白星ありませんが、さすがのハンドルワークを見せています。5コース5番の谷克幸、そして6コース6番の桑原優と決まります。枠なりの3対3、最後の準優勝戦12レース、進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。スロー勢鋭い踏み込み見せました。中でも2、3コースの両者わずかに好スタートも、1番ウリュウがインから伸び返していきます。先前体勢1番のウリュウ正義に対して3番の加藤は外を行くが、これはまくりきれず、内側からは2番大賀も上がってきますが封じました。1番ウリュウが先頭、スタートは前提正常でした。1番ウリュウが先頭、2番手争いは内2番大賀、外3番加藤正彦、両者の争いです。その後ろには5番の谷克幸が控える展開、2マーク2番手争い、2番大賀先に回りますが、ここは内側、3番加藤の差しが決まって2番手浮上。一方2番大賀は後方から5番谷克幸の追撃を許す格好になっています。先頭は1番瓜生、2番手3番加藤、 その後ろ2番の大賀博之、あとは5番の谷克幸という展開。2周の1マーク、2番手内側合わせに行く2番の大賀ですが、ここは空振り、逆に後方からさらに5番の谷が差を詰めて3番手争い、両者並んできました。前の2人抜き出して1番瓜生が先頭、3番加藤が2番手、3番手は5番の谷克幸、捉えました。2番大賀との3番手争いです。2周2マーク、1番ウリュウトップでクリア、3番加藤2番手、3番手小回り、5番の谷克幸、握って回る2番の大賀博之との3番手争いは直線コース、わずかに5番の谷が一歩前に出ましたが、外2番の大賀食らいついて、レースは最終周回です。スタートはスロー勢完全に優勢、2、3コースやや好スタートも、1番のウリュウしっかり伸び返して最後の1マークトップでクリア、2番手ちょっとボートバタつき気味ではありますが、3番加藤2番手、3番手は5番の谷克幸、リードを広げていきます。2連単1、3の組み合わせ 4.6 倍のオッズ、3連単1、3、5の組み合わせならば 48.3 倍のオッズ。前場所玉川に続く連続輸出目前、1番ウリュウトップでクリア、3番加藤は今年2度目、徳山は初めての輸出となります。 1、3、5の体系、まもなくゴールを迎えます。先頭1番ウリュウ五輪、3番加藤五輪、5番谷五輪、2番大垣五輪、4番小畑五輪、6番桑原五輪、